一つの獲物を奪い合う野生の習性、サイドバイサイドの生き残り、ビーチフラックス。二人の選手が大腿筋のグリッパー、このオーラが背中からほとばしるようだ。ヘッドダウン。ここでフライング、栄光以外は道はない。ヘッドダウン。さあどっちだ、互いに譲らず、ケインだケインだ。まだ決着はついていない。混乱を制して旗を決勝進出。目の前に勝つことに、まず登場し、緊張が二人の周りで渦を巻いているかのようだ。ヘッドダウン。どっちが先だ、ちょっと伸びない、ケイン、ちょっと伸びない、頭から飛んだ、ポルカ、ケニは最後の勝利の女神が褒めんだのは、ケイン小杉、堂々の優勝です。時点で首位に立ったのは難攻不落の摩天楼、鍛え上げた鋼の足でミラクルジャンプを見せてくれ、モンスターボックス。10段以上の高さのトイコロシアムのパスです。なかなか好調のようです。このまま勢いを持続することができるか。トイ箱へ一直線スタートです。さあどうだ、やったケイン、リプレイです。なかなか好調のようです。さすがに見せるところは見せてくれます。さあ矢のように飛び出しました。さあどうだ、ぶつかった、激突しました。リプレイで振り返って、1回目は惜しくも失敗か。チャンスは2回です。あと1回あります。飛び箱へ一直線スタートです。行ったか、飛んだ、ケイン、リプレイで振り返ってみます。さあいい感じで決めております。流れにうまく乗っているという感じがいたします。軽快なステップを踏みながらスタート。一つしました。リプレイ。1回目は残念ながら失敗です。さあもう後がない。ここは何としても決めてもらいたい。さあ矢のように飛び出しました。どうだ。玉砕。ケイン、リプレイ。ケイン小杉、記録33段。ここまでよく頑張りました。見事です。現在までのトップはケイン。ライバルは自分自身だ。3分間に肉体と精神力、いや己の全てを凝縮させろ、クイックモだって。選手たちの激しい気迫と闘志がこちらにもひしひしと伝わってまいります。ついた、ああ、スタート。カウンターが数を刻み始めた。順調に回数を重ねていきます。この競技では体格は関係ありません。この先にあるものを手にすることができるでしょうか。飯田哲也、ハートダッシュをかけた、一気に出た。ケイン小杉、一定のリズムで数を重ねていきます。機械のように数を重ねていく。腕を伸ばした姿勢で回復を待っている。飯田哲也、伸ばした腕から汗が滴り落ちる。一旦ここで動きを止めた。
正しい腕立て伏せをしないとスタミナを消費することになってしまいます。体が持ち上げられずに失格になるとそれまでの回数も認められません。ここで30秒経過。ケイン、自分の能力の限界まで頑張ると語っておりました。いいな、30回突破。やや緊張したその表情が祈っているかのようにも見えます。筋肉を回復させようとしております。ケイン、腕を伸ばした姿勢で回復を待っている。50回突破。飯田哲也、一旦ここで動きを止めた。ケイン、クラシックネイビーからローマンストロング、テンポを落とします。体力を温存させようというのか。1分、残り2分であります。さあこれからが本番であります。ケイン、コスに若干リードしております。飯田哲也、筋肉を回復させようとしております。ケイン、小杉、もう70回。飯田哲也、腕を回して回して疲れを取っている。ここでローマンストロングからクラシックネイビーへテンポアップを図ろうというのか。さあここでインターバル。ケイン、小杉、そしてクラシックネイビーからローマンストロングへ、残りの体力を慎重に使おうというのか。1分30秒経過、半分過ぎました。さあここからが真骨頂、一層気を引き締めないといけない。どちらかは死に屈運命だというのに、双方勝つことのみを信じております。ケイン、抜け出してまいりました。飯田哲也、これは本当に苦しくなってきたようだ。耐え抜かれた筋肉をフル活用、若干の休憩を挟む。ケイン、小杉、そしてクラシックネイビーからローマンストロングへ、残りの体力を慎重に使おうというのか。ここに来てローマンストロングからクラシックネイビーだ。まだまだ行きます。2分経過、あと1分。さあいよいよ佳境に入ってまいりました。わずかな気の緩みも許されない状況です。栄光と挫折がまさに背中を合わせのデスマッチ。ケイン、抜け出してまいりました。伸ばした腕から汗が滴り落ちる。いいな、筋肉を回復させようとしております。若干の休憩を挟む。ケイン、小杉、そしてクラシックネイビーからローマンストロングへ、さすがにハイペースのままでは持たない。いいな、100回突破。これは本当に苦しくなってきたようだ。すごい表情。2分30秒、まだこれからが勝負です。ケイン、抜け出してまいりました。最後にダッシュ、まだそんな力があったのか。腕に溜まった疲れを振り払う。いいな、おっと、ここはひとまず休みます。ケイン、小杉、一旦ここで動きを止めた。疲れが徐々に溜まってきたか。いいな、おっと、ここはひとまず休みます。フォームをサバイバルシップへ移行した。最後の力を振り絞る。どこにそんな力があったんだ。3分、ここで終了であります。3分間戦い抜きました。競技終了です。ケイン、小杉、記録、今のプレで勝負だ。天国と地獄を隔てる一本のロープ、デッドマンズドロップ。さあ、よーい、いきなり引いた。さあここで均衡が崩されるか。決めた、ケイン、決着をつけた。ケイン、コス、さあ決勝、さあ最終決戦、決勝の幕が開きました。決めた、ケイン、小杉、ついに普及に収めたこの栄冠。パワーとバランス、駆け引きの過激な共演であります。現在までのトップはケイン。自分を守る記憶力とライバルを蹴落とす。決勝、11、12、9、2、
27、28、21、22、18、24、25、26、29、30。ここで自滅ということになった。19、20、5、10、中山正志、ここで脱落。 C16、17、18、13、14、23、リクソン・グレイシー、無念の脱落。この瞬間、ケイン・コスギ、優勝が決まった。この時点での首位はケイン・コスギ。筋肉を鋼のバネに変えて挑め、ひたすら高く投げ上げろ、人間カタパルト、ザ・ガロンスロー。10、この壁に挑め。ケイン・コスギ、さあ慎重に1決めをする。さあ投擲のイメージ、あの放物線のイメージは出来上がったか。成功のイメージ、これを頭の中に巡らせています。行くか、距離が伸びない。どうした、大失敗だ。俺惜しくもし、ケイン・コスギ、さあ慎重に1決めをする。緊張感が伝わってきます。次こそ決めておきたい。今度はどうだ、どうだ、行ったか、行った、超えました、成功です。6、この時点での首位は静寂を破る雷鳴一つ、一点突破の集中力で稲妻の速さを超えてみせろ、ショットガンタッチ。このコースケインコスギ、距離をお願いします。15メートル、この距離に、さあ行きます。ああ、どうした、白いボールはどうしたんだ。赤いボタンを失敗した。ああ、まだ素晴らしい。さあ意識を集中して、ここで素早くプッシュ、そして出した、これ飛んだ、見事にタッチ、的確にクリアしてまいります。15メートル、見事な脚力を披露している。鋭いダッシュ、手堅く決めていく。そして栄えあるスポーツマンナンバーワンの座に輝いたのはケイン・コスギ。